抜け戸岳は岐阜県高山市にある日田山脈南部の標高2812.8メートルの山。槍ヶ岳とごろく岳を結ぶ狩猟線上のもみ沢岳から南西方向に笠ヶ岳に続く稜線の途中にあり、中部山岳国立公園内にある。岐阜百山の一つである。山頂の東斜面に大きな崩壊地がありこれが抜けと呼ばれ。 三名の由来となっている。笠振道石子平付近の品の金梅と、廃末、新穂高温泉から笠ヶ岳登場時に登られることがある。山頂部は、森林限界の鉱山帯の廃末が点在する岩場で見晴らしが良く、北北西に黒部五郎岳、東側に槍ヶ岳から穂高岳へと連なる山並み、南西に笠ヶ岳などを望むことができる。 シャクシュタイラからのルートは以前は、カール城の谷部をトラバースするルートであったが、近年、抜け戸だけ寄りの尾根のルートに変更された。狩猟線の西側を登山道が巻き、分岐点から山頂の山東三角点へ至る枝道がある。笠ヶ岳から、スゴロク岳方面への重装寺にも登られることがある。またわさび平小屋を過ぎ、小池新道を、 鏡平山荘を経て登り詰めた弓寄り乗り越しから弓寄り岳に登り、両線を笠ヶ岳に進み登頂することもできる。山頂の北側の秩父平と南西の釈子・平はカール状の鉱山植物の群生地がある。周辺には複数の山小屋があり、登山シーズン中に営業されている。小岳から望む抜け戸岳周辺の山々、左側に笠ヶ岳、右奥に 槍ヶ岳日け山脈南部のすごろく岳の主猟線から南に派生する尾根城にある。北側には大の間岳と弓、折岳、南西には笠ヶ岳がありその中間付近に抜け戸岳がある。北西及び南西に伸びる尾根もある。北側800メートルには秩父岩と呼ばれる岩場がある。以下の源流となる河川は高原川水系で日本海へ流れる。ありがとうございます。